どうもミリオネアのメディです。僕たち映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、そうです、オープニング見ていただけましたでしょうか。今回はですね、モーション VFX、 僕が割と、まあ、この YouTube でもかなり紹介してきているプラグインになるんですが、今回最新作が出たということなんですが、モーション VFX、 もしかして皆さんまだ使ってないでしょうか。あのね、もう僕ほとんどの、まあ、Vlog であったり、この YouTube、 この動画ももちろんモーション VFX を使っているんですけれども、モーション VFX というねプラグインを使ってですね、ぜひとも皆さんに、特にビデオグラファーですね、ビデオグラファー、動画を作る方にはぜひともね、このモーション VFX ほんまに使ってほしい。まあ今回いろいろ紹介するので、概要欄にねリンク貼ってますので、そこから飛んでいただけたら嬉しいんですけれども、今回まずですね、モーション VFX どんな問題っていうところを、まあ一緒にまずは見ていけたらなと思いますので、まあ今回説明していこうと思います。でまずモーション VFX なんですけれども、ホームページに行くとね、こういう感じになってます。 Google、Apple、そして BBC、 そしてディズニーなどね、もう名だたる世界中の企業がそのプラグインを取り入れてます。このプラグインを取り入れてですね、実際編集であったり映像に役立ててるっていう、もう世界でもかなり有名なプラグインメーカーになるんですけれども、かなりたくさんのプラグインが出てます。 Final Cut Pro 用、 DaVinci Resolve 用、 Premiere Pro、 After Effects 用など、まあ、ストックエレメンツもあったりするんですが、例えば僕は今日はダビンチリゾルブで紹介するんですけれども、ざっとダビンチリゾルブだけ見てもこんな感じで、ものすごい数のプラグインがあるんですね。で皆さんからしたら、そうなんですよ、わかります、これどっから選んだらええねんっていうところで、かなり悩む方も多いと思うんですけれども、個人的にこのモーション VFX のいいところ、ホームページ例えば何でもいいんですが、新しく出たやつとかね、こういう M ドライブとか見てみましょうか、こういうのあるんです、これファイナルカットブロー、ダビンチリゾルブに対応してますみたいなのがあるんですけれども、ここからですね、こんな感じでですね、実際にチュートリアルっていうのを見ることができます。でどのようにしてそのプラグインを扱うかっていうのも、各プラグインごとにしっかりと出してくれてるんですね。まあ海外の方がやってるんで、一応ね、今の YouTube やったら翻訳機能を使えばすぐに翻訳できるんでですね、よかったら日本語でね翻訳しながら見ていただけると、より分かりやすくね、自分が欲しいプラグインがどれかっていうのが適切に分かると思います。その中から今回僕が紹介したいのはですね、新作でございます、スタイル VCR というやつと、そしてですね、 M ストーリーテリング、そして M エッセンシャルズでございます。でこれら新作プラグインが出てるんですけれども、 M スタイル VCR はファイナルカットプロ、ダビンチリゾルブに対応しておりまして、$59、日本円でおよそ9,118円ぐらいとなっておりますね。で M ストーリーテリングはファイナルカットプロ、ダビンチリゾルブ$99、15,300円程度になっております。 M エッセンシャルズはファイナルカットプロ、ダビンチリゾルブに対応、こちらも$99、15,300円となっております。あくまでこれ収録日が2024年4月20日になっておりますので、2024年4月20日段階のですね、まあ日本円の価格になるので、まあドルなのでこれより前後することはあるんですけれども、おおよそこれぐらいの価格でプラグインを入れていけるっていう感覚でいていただけたらいいと思います。で今回はですね、オープニングで実際に見ていただいた映像、実は今回この3つのプラグインだけ、エフェクト、テキスト、そしてトランジションですね、この3つ全て基本的に今回紹介する3つの中から使って作っておりますので、このまあどういうものを実際に使って作ってるのかとか、まあ、その辺を見ていただきながらですね、モーション VFX の世界に皆さんもぜひ足を踏み入れていただきたいと思います。あのね、モーション VFX に関してはマジで使った方が個人的にはいいんじゃないかなと思ってます。モーション VFX を使うことによって、もう今まで自分でね作っていかないとあかん、めんどくさいね、テキストのこうなんていうの、なこう動きであったりとか、まあ例えばそういった部分、エフェクトの部分であったりとかも、もうポッと突っ込むだけで簡単に映像が良くなるので、時短できて、しかも自分で作るよりはるかにクオリティが上がるんやったら、結局プラグインこれ買っていったところで、まあいろいろ元取りやすいんじゃないかっていうのが僕の考えでございます。僕もモーション VFX にはかなりお世話になってるので、実際にものすごい数のプラグインを、まあパソコンの中に入れていてですね、でモーション VFX を使いながら普段のね動画撮影であったりとか、そういったところをやって言ってますので、ぜひとも今回皆さんにこのモーション VFX のね良さというものが伝われば嬉しいなと思っておりますので、まあこんなね僕がダラダラ喋っても仕方ないんで、早速ですね、こっからモーション VFX の素晴らしい世界一緒に見ていきましょう。
はい、というわけでですね、今回もダヴィンチリゾルブの画面にやってきましたが、実は今回のオープニングはね、これぐらいの、まあそんなにややこしいことはしてないんですが、こういった形で実際に作ってます。全てのエフェクト、テキスト、トランジションはこの M スタイル VCR、 M ストーリーテリング、そして M エッセンシャルズ3つを使って作っています。まあなのでね、その3つのプラグイン使えばもう簡単にこのオープニングは作れるってことになります。僕もね、めちゃくちゃめんどくさいことはしてなくてですね、実はこれ自体はね、まあグレーディングとか込み込みで、カット曲選びとか、まあその辺も込み込みで1時間ぐらいあれば作れたなって感じになるので、ぜひとも皆さんに共有したいと思います。でまず見ていきたいのがですね、 M スタイル VCR ですね。この M スタイル VCR なんですけれども、まあ結構ね、なんていうの、レトロ、こんな感じ、この画面で使ってるやつとかも M スタイル VCR ですね。ちょっとまあ分かりやすく実際に作ってみましょう。はい、じゃあここにね、エフェクト切った素材をね、実際用意しましたので、ここに実際に M スタイル VCR のテキストがどんなもんがあるかっていうのを見ていきましょう。まず M スタイル VCR なんですけれども、こういった感じでですね、ちょっとね、なんていうんだろう、ビデオテープライクな映像を作ることができます。例えばこれをね、ここに入れてあげると、こんな感じで上に 3days area みたいな感じで出てきて、ちょっとレトロな感じになるの分かります？これで再生してみるとこんな感じですね。ちょっと昔のビデオテープライクなこの映像を簡単に作ることができるテキスト系になってますね。で、いつもまあ皆さんにおすすめというか、いつも皆さん言ってるんですが、大体今の方は 4K で動画撮ってますよね。なので 4K のサイズ感に実はこのテキストの解像度とかも合わせることができます。そういう場合はですね、このダヴィンチリゾルブの場合はインスペクターの中にある一番下ですね、アスペクトモードパン&スキャンの下に 4K クオリティっていうのがあります。これチェック入れていただくと、こんな感じでちょっと文字のサイズ変わりましたが、これでね 4K のサイズに変わります。で、コンテントコントロールからこういう風に文字のサイズを変えたり、まあ自由に動かしたりで、ここでね、文字の色も例えば黄色とかに変えることができます。で、これ例えばに日本語ももちろん対応しているので、このフォントが合えばですね、この日本語版に対応させていくっていうこともできます。ただね、結構この手のね、テキストに関してはやっぱ英語でやってあげると、よりなんていうんだろう、そのビデオテープ感が出るので、日本語で使うっていうよりは個人的に英語の文字体で使ってあげるのがいいかなと思います。で、他にも様々ですね、まあこういうちょっとやっぱりこういう感じですね、ちょっと揺らいでる感じ、わかります？これがね、結構レトロな感じですごくいいんですが、このレトロなこのタイトル出しとかねっていうのも作ることができたりとか、これですね、個人的に結構おすすめ、これ使ってたんですが、実際にこんな感じ、はい、こんな感じですね。これやると、まあかなりね、M スタイル VCR の中でもこのプレイが出てて、ちょっとビデオテープで撮影した感じっていうのが、まあ再現できるかなと思います。で、これだけで、テキストだけやと、ちょっとね、まあさすがにね、文字はレトロになったけども、いくらなんでも、ちょっと、画質がこれとかやったらね、グレーディングもちゃんとされてて、ちょっと、この文字のフォント感合ってないよねっていう場合は、この M スタイル VCR、実はエフェクトというのもありますので、これですね、エフェクト欄から M スタイル VCR に行っていただくと、これをね、こんな感じで、こういうのですね、M スタイルディストーションとか、こういう、歪み系ですね、こういうね感じにしていって、絵を汚してあげるっていうことも可能になります。で、このエフェクトなんですけれども、もちろんいろいろ動かすことができてですね、このディストーションの歪みですね、歪みとかを変更してあげたりとか、このね歪みとか広がり方とかも調整することができますね。で、ムーブメントねのスピードとか場所であったりとか、まあそういった部分も変えてあげることができるので、これでちょっと絵を汚すっていうことができます。多少ね、まあエフェクト類になるので重くはなるんですが、まあある程度のまあ感じやったら許容範囲かなと思います。で、例えばけど、最近結構ねこのアスペクト比流行ってると思うんですが、こういうフレームもねちょっとレトロに入れてあげることができます。で、このテキストをねこっちにちょっとずらしてあげますと、そうしたらね、結構この時点で割とさっきと雰囲気が変わってきたなって感じがすると思います。グローとハレーションっぽい感じとか、例えばこういうのですね、まあちょっと昔のテレビのザーっていう音とか、まあそういうのをね再現した場合はグレインを入れてあげることができます。で、このグレインとかを入れてあげることによってですね、ダヴィンチリゾルブ有料版じゃない方、無料版使ってる方もたくさんいると思うんですが、無料版の方はフィルムグレインっていうのがダヴィンチリゾルブもともと使えないんですね。ただこのね、モーション VFX のプラグインを入れてあげると、結構ねこのグレインとか使うことができるようになります。で、もちろんこのグレインの強さっていうのも変更することができます。自分のお好きなようにちょっと変更していってあげるっていうのも可能になりますので、これだけでね全然ちょっと絵は汚した感じになるんです。
ですが、最近結構それこそあのコダックのフィルムカメラ、レトロなカメラが TikTok で大バズりしてて、今在庫がなかったりとか、やっぱり皆さんの傾向が綺麗なものからどんどんエモく、そして思い出に残るようなものっていうところにちょっとずつ今流行りがシフトしているので、もしかしたらクライアントワークしてる方とか、もちろん綺麗な映像を提出するっていうのも一つの手段なんですけれども、こういった形で思い出深い映像を提出してあげれることによって、すごいこうクライアントに喜ばれてですね、また新しいね自分の表現につながる可能性もありますので、こういった VCR 系は特に今の時代ですと結構まあ入れておくのはいいかなと思います。しかも価格もね、他だいたい1万5000円ぐらいなんですけど、1万切るぐらいで買えるので、まあこの辺の VCR 系は入れといてあげるのがかなり僕はあのおすすめになります。でね、結構ねいろんなものがこんな感じで入ってて、ちょっとねこう画質がこうテレビっぽくどん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 入れていくとどんどん重くなっていくんですが、こんな感じでインターレス系とかね、まあいわゆる操作線みたいな感じかな、こういう操作線的な感じとかもね、どんどんおー入れていってあげることができます。面白いな。最近 MV とかでもねこういうの流行ってるんで、もしかしたら MV とかね作る方とか、ミュージックビデオとかも作っていく方は、クライアントによってはこういうちょっとレトロな感じを求められた時に、いや綺麗な絵しか撮られへんねんけどなってなるのを防ぐためにも、こういったまあね提出の仕方とか新しい見せ方っていうのは面白いかもしれないですね。これが MVCR、 M スタイル VCR のまあいろんなエフェクト類でございます。これで結構レトロな表現っていうのはある程度できるんじゃないかなと思います。でここにねビデオトランジション系も入ってます。もうちょっと最近はあんまりまあビデオトランジション使わないとは思うんですが、まあ例えば何でもいいや、まあコピーしてちょっとレトロな、こんな感じでねグリッチでこうトランジションしていくとか、まああのトランジションのものもねある程度入ってますので、こういう感じでね好きなトランジションとか、トランジションをねやっぱり使いたいっていう方がいたら、この辺とかやっぱね昔のちょっとウルトラマンみたいになってるけど、こういう感じでですね、人によってはやっぱりこういうトランジション使いたいっていう方とか、作品によってはこういうトランジションが味あるんだっていう方もいると思うので、ぜひトランジションも自分で作るっていうよりは、もうこの M スタイル VCR とかに頼ってですね作っていただけるのが個人的にすごくいいかなと思いますので、ちょっとおすすめしたいなと思います。次は M エッセンシャルズの方行きましょうか。で M エッセンシャルズはねもうちょっとやっぱり種類がいろいろ多くなってきます。でこの作品の中でもまあいろいろ使ってるんですが、冒頭でもまあかなり使ってるんですが、まあさっきの素材が分かりやすいので、さっきの素材で見ていきましょう。ちょっとエフェクト全切りします。こんな感じで映像を元に戻しましょう。この M エッセンシャルズに関してはボタン系のねエフェクトがありますね。グッドボタンね、グッドボタン系とかね、こういうのがありますね。はい、検索窓みたいな、これね地味におしゃれなんですよ。例えばこれね今 www.motionvfx.com になってますが、こういった検索窓みたいなのをつけてですね、こうなんかこれ CM っぽいな、これでやるとこういう感じで CM っぽい演出もできることができます。これを自分でこの周りくるって白で囲っていくのとか作るのめちゃくちゃめんどくさいんですよね。キーフレームがなんちゃらかんちゃらとかやりながら、なかなかそこまで時間取れる方もいないと思うので、やっぱり文明の利器を使ってモーション VFX に頼って、このまあねこのボタン類とかもね、こういうのを使っていくのがいいかなと思います。この辺めっちゃ便利ちゃうかな、これ僕めっちゃ使いそうやな、この検索窓系めっちゃ使えるな。はい、でこちらインフォグラフィックス系ですね。まあコールアウト系のやつかな、まあこういうのを入れてあげるとですね、これももちろん 4K クオリティでいきます。はいはい、これで再生するとドラマチックズームで、もちろんなんですが場合によってはこういったエフェクト系、テキストエフェクト系っていうのは、まあ皆さんからするといや別にインとアウト、別にそのフェードインフェードアウト、フェードインはいらんとかフェードアウトもだけいらんとか、そういうパターンがあると思うんですね。そういう場合はですね、ここのコントロールにインアウトがあるので、どっちもチェックを外すともうビダ好きで始まる感じですね。逆にインだけ入れてあげるとフェードインは入ります。ただフェードアウトは特になしで終わります。まあどういう風にインアウト出現させるかっていうのもここで選ぶことができますので、まあその辺すごい便利かなと思いますので、まあ臨機応変に僕もインアウト外して使うとき結構あるんで、まあこの辺のね工夫がしてくれてるのはすごいありがたいなってところではあります。まあ他にももうちょっと見ていきましょう。こういうのいいっすよね。はい、こういうのね。はい、さあ何パーセント終わったでしょうみたいなね感じかな。でこういうのは結構ねコントロールできて、これ78で今終わってる、デフォは78なんですが、ここをね例えば 100% にしてあげると 100% 完了しました。逆に 46%、
とかも可能です。ここの数値のパーセントも変えることができるので、まあ、この辺もすごい便利かなと思います。やっぱこのパーセントグーって上がっていくメーターとか数字書き換えるだけで勝手にね棒のね状態とかもね勝手に自動で追従してくれるので、まあ、あのいちいちこの辺も作らずに、まあ、便利にねテキスト系もねどんどん入れていくことができるって感じですね。例えばまあ価格入れる時とかもこういうのありますね。ベーシックエディットオンリー$99、これおしゃれですね。99ドルの出方見ました。はい、こういうのねなかなか自分で作れないんでね、こういうの自分で作ろうと思ったらかなり苦戦するんですが、こういうところですよ。ナンバーコントロール90、これもちろんナンバー変えれますね。円とかに変えてもいいですね。107ドルとかに適当にしてみたらこんな感じで107になったりであったりとか、まあまあ広告系でもある程度使えそう。これでイントロ、まあこのイントロね、はい、こういうドア玉ね、ドア玉系のやつ、はい、これなんかニュースエブリみたいな、これ、はい。で他ツールス、こういう矢印系ですね。こういう矢印系とかもねかなりあの僕は使ったりするんですが、こういう感じで可愛い矢印のエフェクトが出てきます。はい、こういうねちょっとキラッとした感じのエフェクトとかも出てくるので、この辺もねかなり使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、かなり様々な種類がありますね。こういうちょっとおしゃれな、なんていうんやろ、エッセンシャルやから、こういうステップ、例えば今日のレッスンのステップはこちらみたいな感じでやると、もうこれだけでちょっと広告っぽくなったりとか、映像がねかなりこういうテキストをしっかり入れてあげることで変わりますよね。この辺のちょっとおしゃれな、まあ、テキスト系も入ってるって感じですね。まあ、いろんなものがねかなりこうあるので楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。こういうフレーム系ね、こういうどん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 縁取りしていってくれるエフェクトであったりとか、まあこういうのもどんどんありますと。でこの辺がある程度終わりましたら、 M Essentials にはエフェクトはあります。オーバーレイ系のエフェクトとかね結構あったりしますね。例えばまあこういうブラーフレーム、ちょっとこうモザイクがかった感じなんかな。ブラーだけ取ることもできるんで、単純にねちょっとフレームとして使うこともできます。こういう感じのバックグラウンドコントロールで自由にこのフレームの色を変えていくことができます。こんな感じですね。ここで自由自在に色を変えることができるので、お好みの色に持っていけるのがまあ素晴らしいかなと思います。ここのメディアスケールもこういう風に変えれるって感じですね。なので好きな、まあ、倍率というか好きな大きさに変えていくことができるので、この縁のフレームの大きさもね、まあ、自由自在に変えていけますっていうことですね。でフレームのワイドさ、ここねある程度ここでクロップできるってことですね。高さも変えれるとかね、こういうちょっと最近こういうのねおしゃんじゃないですか。ここの下に何かこう情報入れてあげるとか、こういうのもできるので、まあ、結構好きに遊べるんかなと思います。で僕冒頭の映像でも使ってたんですが、レターボックス系、いわゆる、まあ、シネクロみたいな感じですよね。上下切ってあげるのももちろんここでもうパンって入れることができます。こんな感じですね。これをやることでちょっと映画っぽいね、まあアスペクト比に変えることができるので、ダヴィンチリゾルブとかやったら結構めんどくさいのがですね、一部のクロップだけ例えばこういう風にアスペクト比を変えたいであったりとかすると、まあ皆さん大体ねこのタイムラインの出力ブランキングから変えていくと思うんですが、これやっちゃうと全体の映像のアスペクト比が変わっちゃうんですよ。ただごく一部のアスペクト比を変えたい場合はこういうエフェクトを入れるか、もしくはまあちょっとめんどくさいけれども、まあもともと入ってるから調整レイヤー的なんで、どん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 こう変更させていくっていうのがあるんですが、こういうレターボックスがあってくれると、これポンって素材に1個放り込むだけで、この素材だけにアスペクト比の変更がかかるので、他の素材は元の状態で16対9で作っときたいけど、ある一部の部分だけ素材をアスペクト比出したいっていう場合はこういうやり方が便利かなと思いますね。でこれ面白いんですよね。僕最後の素材で使ってるんですよね、ラディアルブラー。これね左半分見てほしいんですよ、この元の素材左半分。これがねちょっとねぐるぐるぐるっと回るようなね、こういうブラーになってます。なのでオリジナルと比較すると結構ね、オリジナルは普通にね森になってるんですが、こっちにエフェクト入れてあげると被写体が真ん中にいるとぐるぐるぐるっと巻いたようなボケ感というか、ちょっとそれこそインスタ360系のねなんか面白いボケ感みたいなのをここで作ることができるので、こういうエフェクトとかもね入ってんのはいいかなと思います。で M Essentials にはこういうねもちろんおしゃれなテキストも入ってます。いろいろ入ってるんですが、まあ個人的には結構まあこの辺のねおしゃれなやつとかね、例えばこうシネクロ入れた状態でこういうテキストが入ると、これもちろん日本語いけますね。例えばやけど、ダンス踊ってます、文字がダサいけどてか、ね、入れてる文がダサいけど、例えばこれをね好きに日本語に
調整することができるし、もちろん大きさ変えたりとかトラッキング文字間をある程度開けたりとか、こんな感じで日本語もまあ対応しているので、皆さん日本語使いたい方も安心してください。英語だけじゃなく日本語もフォント対応しております。これは全てのエフェクトで対応してますね。意外と自分でねフォント組み合わせ作ろうと思ったら難しいのって多いじゃないですか。でも、まあ、この手のものを使えばですね、簡単にもある程度おしゃれなフォント感でうまいことなんか自分でやったら全然うまいこといかへんなみたいなフォントも綺麗に作ってくれてるので、ここはもうモーション VFX 一旦任せましょう。で、まあ、デザイナーとかじゃない限りはね、もうなるだけこの辺は時短していって、まあ、よりいいものを早く的確に作るっていう意味でこのモーション VFX を使っていただけるのがいいかなと思います。で、この M エッセンシャルなんですが、もちろんこちらエフェクトもあります。はい、こういうちょっとエフェクト系でアバター OK のやつで丸のやつとか3分割みたいなのもしてくれたりとかするので、まあ、この辺かなりおしゃれですね。3分割のパターンもねいろいろあるので、まあ、ご自身の好きな形にしていただけたらいいかなと思います。この辺は結構ね縦動画とかでもうまいこと使ったら使えそうな感じはするんですが、で M エッセンシャルスプリットスクリーン、こういう風にスプリットスクリーンで分けていただいて、こういう風に、別の映像を持ってくると、まあこんな感じでスプリットスクリーンで下に違う映像を出しながら上でこのダンスを踊ってるやつを出すこともできるようになるので、まあこの辺はすごく便利じゃないでしょうか。はい、まあそんな感じでございますかね。あと残りがですね M ストーリーテリングです。ここはね結構テキストとかね、そういうまあストーリーテリングと言ってるからにはですね、ちょっとこう物語を伝えるとか自分の人生を伝えるとか、いわゆるドキュメンタリーで使いやすいような感じのフォントが入ってますね。こういった感じでクレジット系がね出てますね。はいはい、こんな感じですね。かなりかっこいいですね。クレジット系はね結構モーション VFX 強いんですが、この手のクレジットちょっとフォントかっこいいな。これこのね元々入ってる感じとかで出してあげるとめっちゃかっこいいかなと思います。まあ他にも、まあ、もう一パターンこんちかな。はい、こういうのがありますね。これもかっこいいですね。これ入るだけでも全然違うでしょ。でもちろんこれもインアウトがありますって感じですね。インとアウトがあるので、まあ自由に使うことができますね。僕ね結構お気に入りの、あこれこれこれ冒頭でも使ってました、これですね。はい、こういうのね、こんなんも自分で作り出したらキリないんですよマジで。なんでこの辺はもうモーション VFX に任せますということで、実際にどういう風に使ってるかと申し上げますとですね、ここですね、これ、はい、モーション VFX は Apple、Google、ディズニーなど世界の企業で使われていますっていうところですね。でこのモーション VFX だけに四角で白四角の黒文字が入ってるんですが、ここも範囲実は調整できるんですよね。ここですね、こういう感じですね。自分の好きな範囲でね、こういう風に四角の白四角黒文字にしてあげる強調したい部分だけをね、まあ自分で設定することができますので、この辺すごく便利じゃないでしょうかと思っております。でこの中の文字の色も変えることができます。例えばこれを、ピンクにしたりであったり水色にしたりであったり緑にしたりであったりとか、まあその辺は自分の好きなね色味に変えれるので、強調したい色味に合わせてですね、ここの色変更も行っていってあげるといいかなと思います。っていう感じで、まあテキスト系がねかなりここ M ストーリーテリングは入ってますね。まあ、いわゆるこうちょっとおしゃれシネマティックで、かつすごいドラマチックって言った方がいいかな、ドラマティックな文字の入り方してくれるので、ここを結構使いたい人は多いんじゃないかなと思います。で M ストーリーテリングエフェクト系もありますね。ムーブオーバーレイ系とでスプリットスクリーンと、まあその辺が入ってるって感じですね。例えばさっきのダンスの素材でもう一回見ていきましょう。でズームイン系とかありますね。こんな感じでちょっとズームインしてあげる、一瞬だけズームインしてあげる。例えばまあ使い方としては、まあ一部のクリップをこうやって切ってあげてでもいいんかな。この辺僕ねめっちゃ使うわけじゃないんで、こんな感じ、はい、こういう感じで見ていくとデデンみたいな感じでね、はい、一瞬ズームインしてとか、ここだけ強調したいみたいな時とかに結構使いやすいかもしれないので、まあこの辺使ってみるといいかもしれないですね。はい、あんまりね僕このズーム系は使わないんですが、まあ人によってはムーブメント系使うかもしれないですね。でオーバーレイエフェクス、まあこの辺は結構使います。テクスチャーとかブラーとか、まあフィルム版、これ冒頭に使いましたね。冒頭で使ってんのがこれですね、フィルム版。この辺使ってますが、ここもねバーンコントロール自分でグラデーションとか、まあどれぐらいの範囲であったりとか、まあどこに被せるかとかっていうのもある程度自分で選べます。で例えばやけどバーンの、はい、こんな感じですね。
まあ、強さであったりグラデーションどこら辺の範囲に設定するかとか、まあ、その辺のそもそもこれを赤にするのか、まあ、ちょっと黄色っぽくするのかとか、まあ、その辺も自分で選べるので、ちょっとねこの辺はやっぱ今 9.4 フレームなんで、このパソコンでも結構いいスペックなんですが、ちょっと重くなるのでそこは注意なんですけれども、まあ、こういう板系も入れることができます。フィルムストリップ、こういうの流行ってますね。この分かりますかね、縁にこのフィルムが入ってる感じ、かつでちょっとこうレトロな感じになってますね。でこのエフェクトコントロールなんですけど、エフェクトコントロールからここね、もともと色味はあんま変えたくないよっていう、このフレームだけ欲しいよっていう方は、このデザチュレーションっていうやつとプリズムかな、この2つ外してあげるとですね、元の色のまま縁だけつけてくれるようになるので、まあいい感じで使えるんじゃないかなと思います。フィルムストリップシェイクみたいなのも入ってるので、このフィルムストリップシェイク外してあげると、この縦揺れみたいなのもね、外してくれるので、そこはかなり便利かなと思いますので、でいやこの機能、ここの色だけ変えたくないねんとかも、モーション VFX 結構対応してくれるので、まあその辺はいいのかなと思います。でこの辺ちょっと面白いな、ティルトシフト、はい、ビューファインダーありとかビューファインダーなしとか、この多分おそらくカメラで覗いてる感じで作れますみたいなのを表現できるやつになるので、まあこの辺はよりそれこそドキュメンタリーとかであると使えるかもしれないですね。こちら最後スプリットスクリーン系も入ってますので、まあ十分じゃないでしょうか。このほら二分割ですね、二分割にしたりとか、まあこういうのもできますと。はい、というわけでざっくり紹介してきましたが、まあ、かなり多くの種類、まあ、これね全部一個一個紹介してたらもうはるかにキリのない量になってしまうので、一旦ここまでにしておきますが、まあ、実際オープニングの映像は少なからずこの3つで作ったっていうのは分かっていただけたと思いますので、皆さんぜひ興味ある方概要欄からチェックしてみてください。はい、というわけで今回はですね、皆さんにとって映像クリエイターにとって絶対使った方がいいよ早くって言えるね、モーション VFX のエフェクトを紹介してきました。で概要欄にですね、ミリオネオンとモーション VFX がコラボしたリンク貼ってますので、そちらから見ていただけるとより、お得にお買い求めいただけるタイミングもあったりするのでですね、ぜひぜひそちらチェックしてみてください。皆さんもモーション VFX を使って映像をよりかっこよく、しかもよりスピーディーに、より的確によりクライアントに喜ばれるように、皆さんにとって素晴らしいツールになればなと思っておりますので、これからもね新作が出るたびにモーション VFX はねぜひぜひ発信していこうと思っておりますので、興味ある方はまあ今回の3つじゃなくてもいいんで、いろいろ見ていってください。チュートリアル出てるから、あ俺これ欲しいわみたいなあると思いますので、ぜひともね使っていただけたらと思います。もし質問などあればね、コメント欄に書き込んでいただけると助かります。というわけでミリオネオンでは映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げてるんですけども、今目指せ10万人ということで、めっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったなと思う方は高評価コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。